手つかずチャンネルにお越しいただきましてありがとうございます。ブルシの手つかずちゃんです。今回はですね、声出しデビューで、ちょっと解説してるやつをちょっとまたもう一回声入れして、蘇らせたいなと思ってるんですけれども、まあ当時、まあ動画見返してみるとなんかゴニョゴニョ言ってて、何言ってんのこいつはみたいな感じの動画だったんですけれども、ちょっと改めて、声出し実況みたいなことをしていこうかなというふうに思っております。でこの時に乗ったのは、本来ならば、リゾートみのりで運転されるんですけれども、そのリゾートみのりと風っ子と並結して、陸羽西線の新緑庄内号と新緑最上号で使われるから、その、ダイソーみたいな感じで、キハ110系を使用した9727D っていうのが運転されたんですけれども、まあ昔、自分が幼少の時、小学校5年生まで岩出山でいたんで、その時に乗ってたのが、当時は快速イデユ号っていうのが走ってて、でその後キハ110系に置き換わって、快速湯煙号になって、でその時に、結構乗車してた、その列車に乗車してたんで、でいい機会だからちょっと乗ってみようかなというふうに思っております。当時の快速輸入号とか快速湯煙号ってすごい飛ばしてた印象があるんですよ。で停車駅も、小牛田出ると、古川、快速輸入号、快速輸入号の停車駅は、小牛田出ると、古川、西古川、岩出山、当時郵便館駅なんかなかったんで、で岩出山出ると、東鳴子、今の鳴子御殿湯駅まで止まらないという、ダイヤになってて、もう結構ぎしぎしに走ってたっていうイメージがあるんですよね。で快速湯煙号の時は、西古川も停車してたんですけども、その当時、もう郵便館駅もできていたんで、その時は通過してたんですね。昔の動画見返して郵便館駅通過してたっていうのもあったんですけれども、その映像もあるんですけれども、それ乗ってて、その列車も結構飛ばしてたんですよ。ほとんど、100キロ近くまで、飛ばしてたなっていう感じだったんですけれども、あちこちにカーブとかあったりとか、制限95とか制限90とか、あと西古川の駅前後で制限70とか、制限速度があるんで、その辺はその速度に落とさざるを得ないっていう状況なんですけれども、そんな感じでしょうかね。当時の思い出っていうかエピソードとしては、途中束の目駅を通過する映像があるんですけれども、ちょうどその束の目駅から手前から何百メートルだろう、そこら辺で結構工事してるんですよね。で大崎市の広報によると、駅を、古川方に、移設させるっていう計画があって、周り結構住宅が結構できてきてるんで、住宅の外れにあるんですよね、今の束の目駅って。で多分その、住民が、利用しやすいようにっていうことで、多分駅を移設するんじゃないかなっていうふうには、自分では思っております。で束の目駅を出ると本当一直線の、区間が続くわけなんですけれども、西古川の駅の手前のカーブまで、カーブが制限70だっけ、制限80だっけ、そのぐらいまで速度落とすんですけど、ポイント制限があるんで、制限50キロがあるんで、
それがそれまで落とさざるを得ないという状況なんですけれども、で昔快速移動の時は、西古川に停車してたんですよね。でちょうど、まあ、駅員さんもいて、まあうん、今となっては、まあ、無人駅になってて、もうあの駅の待合室、ただあの券売機、無人で動いてる券売機があるんですけど、それが置いてあるだけっていう状況なんですけれども、いや昔と比べると、あ、こんななっちゃったんだみたいな感じで思っちゃったんですけれども、で、まあ、一回あのなんだっけな、湯煙ストーブを、風っ子湯煙ストーブのほうか、それを取りた時に西古川に訪れたんですけれども、その当時を見て、わ、こんななっちゃったんだみたいな感じで、駅員さんがいないのにびっくりしたんですけども、まあそりゃあったな、もうリゾート見るの通過しちゃうわなという感じなんですけれどもね、結構、うん、意外と快速移動で接続使命を持った列車で、で途中あの、まあ、小牛で、まあ、東北本線とか、石巻線とか気仙沼線と接続して、古川で、東北新幹線と接続して、で、まあ、細かいところでバスの接続とかあったりとかするんですけれども、まあ、そういうのもあって結構接続使命を持った列車だったんで、まあ、結構、うん、もう快速移動が遅れるとみんな遅れるみたいな感じの結構広範囲に影響を及ぼすみたいな感じの列車だったんで、なかなか、うん、まあ、昔はそういう意識なかったんですけれども、まあ、ただすんげー飛ばしてんなっていうの印象があったんで、まあそ、まあ、接続使命持ってたら、まあ、飛ばすのも当然かというふうにまあ今では思ってるんですけれども、まあ、うん、まあ、快速移動号のエピソードっていうか、うん、思い出っていうのはそんな感じでしょうかね。ちょうど運転手さんの、ケーキ類の方をちょっと撮影してみたんですけれども、まあ100キロまでは行ってないかな、で95キロと100キロの間ぐらいまで飛ばしてるかなっていう感じなんですけれども、で多分リゾート緑がキハ48か、キハ48で運転されてるので、その性能に合わせた速度で、運転しているのかなっていうふうに、思いました。で、まあ、リゾート緑のダイヤで、一緒のダイヤで、運行しているの で、まあ、ギシギシに飛ばしたらもう岩電話に着く時間がめちゃめちゃ速くなってしまうんで、で、まあ、結構、100キロまではいかないけれども、まあ、キハ40系に合わせた、感じで運転していたって感じでしょうかね。で、まあ、まあ90キロ以上だと結構速いですからね、結構列車意外と速いですからね、まあ、まあその速度で結構、ね、東大崎とか 西大崎通過とかしてたんですけれども、まあ、まあ乗ってて結構、まあ、ゾクゾクするような高速運転じゃないですけれども、まあ結構、まあまあな速度で飛ばしてるかなっていう、ね、まあ、印象だったかなという感じですね。
ちょうど岩出山駅に到着するんですけれども、まあ小学校5年生までの最寄り駅が、岩出山駅なんですけれども、で、まあ、まだ郵便館駅ができる前だったので、まあ今実家が、まあ、郵便館駅の結構近くにあるん で現在の最寄り駅は郵便館駅みたいな感じなんですけれども、まあ、うん、結構、うん、列車乗るとき、陸羽東線とか結構、まあ、乗ってたんで、まあ、その時はもう実家から歩いて岩出山まで行って、そこから陸羽東線に乗って古川行ったりとか鳴子温泉行ったりとかしておりましたね。でちょうど郵便館駅を発車して、これから八重川橋梁の方に渡るんですけれども、なんか加速も結構なんだろう、なんかのんびりのっそり加速していたっていう感じなんですよね。でまあ、うん、結構あの郵便館駅とかで、あのリゾート緑とか、風っ子雪むり紅葉号とか、あと風っ子ストーブ湯煙号とか運行されると、あの郵便館駅で、なんか伊達政宗に扮した方が、まあ、お見送りに来てくれるってことで、それでゆっくりあの加速していくんですよ。多分それに合わせてるのかなっていう感じなんですけれども、まあ、うん、まあ、まあ、ちょっと緑の代わりにそのまあまあ、臨時快速の普通列車みたいなわけわかんない列車なんですけど、もう普通列車じゃでもないし、もう臨時快速ってなっちゃってるんで、まあ、本当どっちなのって感じなんですけど、まあ、全席自由席なんでね、まあ、うん、いや110系で運転されてるので、まあ、うん、まあ、いつもはあの全席指定のリゾート緑で運転してるんで、まあ、なかなかの、まあ、指定席取れば、まあ、乗れるんですけれども、まあ、それと同じ感じで、まあまあ、気持ち的にリゾート緑に乗ってるみたいな感じの状況なんでしょうかね。まあ、一応、まあ、八重川橋梁を渡って、まあ、制限90の、カーブを、曲がって、国道47号線の下をくぐっていくと、ちょうど上野目駅です。昔は西岩出山駅だったんですけれども、この辺の住所は上野目なんで、まあ、近くに上野目小学校ってあるんですけれども、まあ、それに合わせ、その地名に合わせるかのように結構、まあ、うん、結構陸道線の駅名って結構変わってるんですよ上野目駅は昔の西岩出山駅、西大崎は昔の上岩出山駅って感じですね。鳴子御殿湯は東鳴子駅、川旅温泉は川旅駅っていう、まあ、結構、うん、名前が変わってて、いや昔ともう違うんだなっていうふうな印象は結構ありましたね。
川飛び温泉駅を発車して、次の停車駅の鳴子御殿湯駅を目指すんですけれども、川飛び温泉駅っていうのは結構構内が結構広いんですよね。で、昔親から結構昔の空洞線はこうだったよとかいう話をよく聞くんですけれども、昔の川旅駅、今川旅温泉駅、昔は川旅駅には、機関庫があったということで、で機関庫があって、その県境を越える、勾配に挑むための、その機関車、蒸気機関車時代の、陸空洞線だったので、蒸気機関車が何台も待機していたという、ことだったんですけれども、で、ちょうど、奥の方を見ると、なんかここにもしかしたら転車台があったのかなっていうような広大な敷地があったりとかしてるんで、今となっては保線用の車両とか除雪用の車両が、置かれてるようになってるんですけれども、ここで結構陸空洞線の歴史っていうのがちらっと垣間見えるところでもありましたね。もうすぐね、鳴子御殿湯駅に到着するんですけれども、鳴子御殿湯駅っていうのは昔の東鳴子駅の、古川方の、ホームっていうのは八重川橋梁にちょっとせり出してる感じなんですよね。で、ちょうどそのせり出してる部分の目の前に、中学校かな、小学校かな、それがあって、で自分のなんか昔の淡い期待じゃないですけど、子供ながらの考えでな、この学校に来れば毎日の列車見れるなみたいな感じで、すごいなんか憧れたような感じだったんですけれども、昔の東鳴子も鳴子御殿湯駅も、いろんな優等列車というか快速列車が全部止まってたんで、鳴子温泉の、玄関口みたいな感じの、駅ですね。御殿湯駅を発車して、ここから、県境越えの勾配が本格的に始まる場所なんです、地点なんですけれども、もう今となってはもうキハ110系のもうエンジン性能からしてはもう本当軽々と登っていくんですよね。途中制限60とか70とか75とかっていう、細々としたカーブとか存在するんですけれども、それをもう軽々と超えちゃうんじゃないかっていうぐらいの勢いでカンカン登っていくっていう感じなんですよね。で、最初キハ110系に置き換わったっていう時に、改めて99年の冬かな、乗り入ったんですけども、あまりにも全然もう昔のディーゼルともう運転のそれ本当すげえなと思ったんですけど、もうエンジンの性能が変わるとこんなになっちゃうんだみたいな感じだったんですね。で、昔のキハ100キハ40、48、23、58、28で、昔キハ45っていうの走ってたんですけれども、それなんかもうエンジンもう回しっぱなしで、もう30キロか40キロキープ、やっとこさキープしてるっていう感じでもう登っていたんで、その時と比べたらもう本当すごいなっていうふうには、当時としてはちょっと思いましたね。ちょうど、鳴子温泉駅に、到着するんですけれども、自分はここで降りて、鳴子温泉駅の、新城方の、踏切の近くで列車を撮影するため、降りるんですけれども、本当は、新城まで行きたかったんですけれども、ちょうどパスも、自分が愛用しているパスもなんですけど、電子マネーはもう鳴子温泉駅までっていう状態で、そこから先はもう全然通用しないという感じだったんですけれども、本当は大回り乗車も兼ねて、行きたかったんですけれども、いかんせん新城で、大宇線との、
接続がもういまいち悪くてもう断念せざるを得なかったんですけれども、古川と鳴子温泉駅の間を無駄に1往復しなきゃいけなくなっちゃったんで、まあ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 ちょうどまあ乗ってみて、まあ結構、まあ、本来ならリゾートも緑なんで同じ感じで乗れたんでよかったかなっていうふうには思っております。ちょうど鳴子温泉駅を発車する972D を鳴子温泉駅の近くの踏切で撮影しました。で、まあ、乗ってみた印象っていうか、感想っていうのは、まあ、昔の出雲号とか湯煙号ほど飛ばしていなかったっていうのは、まあ、リゾート緑と同じダイヤで走ってるんで、まあ、それはまあ致し方ないのかなっていうふうには思っております。で、まあ、最後に、最後の方で当時の2002年か3年ぐらいかな、その時の郵便海峡を通過する、快速湯煙号を、乗せて、ちょっとした締めにしたいというふうに思っております。最後まで、長時間にわたり、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また今後もこういう改善の余地はあるかなっていう動画があれば、また声入れとかして、また、お送りしたいと思っております。まあ、昔のエピソードだったりとかちょっとした解説だったりとかをしていけたらいいなというふうには思っております。最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございました。文氏の哲和ちゃんでした。長時間にわたり、ご視聴いただきましてありがとうございました。